この動画には、ゆっくり音声、日本の過去の歴史、制作者個人の主観、シュークリームへの憧れ、三元パイへの絶対的な信頼、などが含まれます。どれか一つでも苦手なもののある人は、視聴はおやめください。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は伊藤博文について語っていくぜ。初代の内閣総理大臣ね。そうだ。有名でもあるから必要ないと思うことは割愛していくぜ。ざっくりだものね。そういうことだ。では始めるぜ。あやいさ。伊藤博文は天保12年9月2日、周防国熊毛郡津刈村の農民の子として生まれた。武士の家ではなかったのね。そうだ。そして嘉永2年に萩へと移住。4年後の嘉永6年にペリーが浦和に来航。さらにその翌年の安政元年。父の十三が長州藩足軽の伊藤家養子に入り、侍と呼べるか呼べないか。って感じの価格になるぜ。なんとか下級武士って感じかな。そうだ。ペリー来航後は江戸の近海警備に、戸様大名も動員されるようになる。長州藩も相模湾を警備することになり。安政3年に伊藤も相模湾警備に参加したぜ。ご苦労様です。この警備で伊藤は上役の栗原良三に目をかけられ、松下村塾を勧められたんだぜ。なるほど。そして安政4年に国元に戻り、栗原の勧めに従い、松下村塾に通い始める。この時伊藤17歳だぜ。ここで狩野兄貴分に出会うのね。そうだ。松陰は伊藤を擁して、志も見聞もまだまだではあるが思想は素直で正直であり、終戦の才能があるんじゃないかと言っているぜ。後年の伊藤を見れば、恐ろしいくらい見抜いてるわね。さすが吉田松陰ね。この流れで桂小五郎、小坂玄瑞や井上門太、兄貴分となる高杉晋作たちと、行動を共にすることになる。尊王攘夷活動開始ね。そうだ。文久2年11月に、英国公使暗殺を企てる諸賢。12月12日に品川に建設中の英国公使館を全焼させ、12月21日に国学者の花輪次郎を、同志の山尾良三と協力し暗殺。ちょっと待って。伊藤って人を切ってるの。そうだ。花輪は帝の敗を考えているという噂を聞きつけ、そんなことは許さんと襲ったんだぜ。意外ね。伊藤は見た目も実績も後年のものが大きすぎるからな。この頃の伊藤は結構マッチョだったんだぜ。想像つかないわね。ちなみに後の伊藤は、この暗殺を食い続けた節があるぜ。私たちが知る後年の伊藤であれば、その懺悔の念はわかる気がするわ。話を戻して、これらのテロ行為の4ヶ月ほど後、井上門太の勧めで英国へ秘密留学するんだぜ。この頃は兄貴分の高杉晋作は東行を名乗って道を模索してる時期ね。そうだ。道を示してくれる人が道を探し、自分も行き先がわからなくなったのと、先の暗殺事件の後悔の念と、その記憶からの逃避のために、留学を決めた側面もあったかもね。そうだな。そういった精神作用もなかったとは言えないかもな。とにかく長州藩公認の密留学で、井上門太、遠藤金助、山尾良三、野村弥吉の4人と共にイギリス、ロンドンへと渡るぜ。長州ファイブね。ロンドンで日本との国力差を目の当たりにして伊藤は開国論に転じるぜ。事実を知れば当たり前の反応ね。しかし伊藤の英国留学は半年ほどで終わってしまう。母国長州がやらかしたためね。そうだ。長州藩が攘夷を実行し、馬関海峡を通過する外国船を砲撃。その報復のためにイギリス、フランス、アメリカ、オランダの4カ国が連合艦隊を組んで長州に向かっていると、新聞で知った伊藤と井上は急いで日本に帰国。元治元年3月に横浜に入り、英国公使オールコックや通訳のアーネスト佐藤らと会談し、戦争回避に奔走するが、結局戦闘になり、長州海軍は敗退し、沿岸砲台も壊滅しちゃうのよね。そうだ。そしてこの戦後処理の講和交渉で、代表高杉晋作の通訳を務めるぜ。晋作が魔王と化して古事記を延々と暗唱し、少し間咀嚼をうやむやにした伝説の交渉ね。そうだ。この先の長州藩内のごたごたは高杉晋作の動画で詳しく述べたので、ここでは簡潔にするが、幕府がチャンスとばかりに長州征伐を開始。上位に消極的で幕府に降伏を主張する強順派が藩政を掌握。長州藩は軍艦引き渡しに所帯解散と、幕府からの武装解除要求を承諾。これが実現すると長州は再起不能になってしまう。と晋作は行動を起こすのよね。そうだ。一人騎兵隊屯所に行き決起を促す。しかし騎兵隊を握っていた山形は決起を拒否するのよね。そうだ。山形はこの時萩の俗論党と所帯の存続交渉を行っていたため。晋作の正気の皆無な誘いを断るぜ。己山形落ち着け霊夢。これは失敬。誰の賛同も得られなかったが晋作は決起を強行する。
奇跡の始まりね。12月14日、僕と共に決起する者は鉱山寺に来いと言い残し遁生去るんだぜ。そしてその12月14日鉱山寺にやってきたのは、伊藤博文ただ一人だったんだぜ。さすが筆頭弟分ね。この、真っ先に一人で駆けつけた、って実績が、伊藤後半生の地位を決定づけるぜ。でかい勲章手に入れたわね。後年伊藤はこの時のことを、私の人生において唯一誇れることがあるとすれば、この時一番に高杉さんの元に駆けつけたことだろう。と語ったらしいぜ。要はお前たちは来なかったけど俺は行ったんだぜってことかもね。長州罰の人間相手にはその意もあったと思うぜ。これ出されたら黙るしかないものね。特に山形なんかはね。それまではどこか軽く見られていた立ち位置を強化し、後年筆頭元老であり続ける道筋を、伊藤は自らの行動で切り開いたんだぜ。太閤秀吉に匹敵する出世頭だものね。新作の元へ一人馳せ参じた伊藤だったが、決起を一日延期させると方々に声をかけ、力士隊、遊撃隊80名を新作の決起に参加させたぜ。松陰が言ったように終戦の才能があったのね。こうした動きもあって高杉の決起は成功し、長州は再び攘夷派が政権を握る。その後の司教戦争や戊辰戦争には参加せず、裏方の仕事を黙々とこなしながら実績を積む。なるほどなるほど。そして明治政府成立後は、親分格木戸孝義の後ろ盾のもと、長州抜有力者の一人として、工部協約内協を歴任する。とはいえまだまだ主要ポストにはつけていないわね。また新華平成土創設や鉄道建設の推進等にも注力。岩倉使節団にも参加し海外を視察。ベルリンでは当時欧州の外交を取り仕切っていたビスマルクとも会見しているぜ。精力的に働いてるわね。この使節団で伊藤は大久保と親密となり、明治6年の税関論で、賛成派と反対派が真っ二つに割れた際、伊藤は内地優先の大久保や木戸を支持し、大久保の信任を得て、賛成派の切り崩しに奔走し成功。明治10年に木戸が病死、西郷は西南の駅で自刃し、明治11年に大久保が暗殺され、政府を主導してきた三傑がいなくなると、伊藤は内務卿となり政府を主導することになるんだぜ。この頃の内務省の権限は強大で、官庁の中の官庁、や、官僚の総本山、なんて言われてたのよね。そうだ。内務省を握る者は間違いなく権力の中枢にいる者なんだぜ。だから伊藤が内務卿に就いたということは、今後政府を主導する一人になった証ね。そうだ。伊藤博文、井上薫、大隈重信の3人が政府を主導していくことになるぜ。夏草や、が頭をよぎってしまうわね。三傑が去ってから3年。明治14年に、自由民権運動の盛り上がりもあって、3人は日本に立憲体制を確立するため動き始めるぜ。10年後に議会開設を約束する、国会開設の直遊、ね。この直遊は自由民権運動に応えるためだけのものではないぜ。と言いますと、そもそも日本を近代化させて列強に食われない国を作るため、議会の開設の意思は五箇条の五正門に謳われている。広く会議を起こし万機公論に決すべし、ね。そうだ。自由民権運動に関わらず、木戸孝義や大久保利通は、国家の近代化に議会は必要と考えていたんだぜ。なるほどね。そして議会の法的根拠となる憲法の制定が急務だと、木戸や大久保の意思を継ぐ伊藤は、憲法調査のために投したんだぜ。大仕事ね。投した伊藤はベルリン大学のグナイストやモッセから、プロイセン憲法の条文に関する説明を受けるんだが、この行為からは日本に必要な憲法を一向にイメージすることができない。なかなか成果が上がらないことに苦しむ伊藤だが、ローレンツ、フォン、シュタイン博士の言葉で開眼することになるぜ。なんて言われたの？私はオーストリアの憲法に関していくらでも語ることができる。欧州各国の憲法に関しても一通りは語ることができる。それは欧州各国の歴史を知っているからだ。だが私は日本の歴史を知らない。だから日本人にとっての憲法を抗議することはできない。憲法は歴史であると。そうだ。おのおのの地理的気候的環境の中で、そこに住む人々によって繰り返されてきた暮らしの形。長い年月をかけて育まれた文化、風俗、風習。それらが長い時間をかけて緩やかに変化することで紡がれて現在に至る伝統。そういった国や民族が持つ歴史という英知を表現することが、憲法を作る行為だと思い至ったんだぜ。条文をどうするかなんて枝葉のことなのね。そうだ。条文を真似ただけのものでは猿真似としてかえって列強の侮りを受ける。それよりも日本が持つ英知、つまり国柄を軸にした憲法こそが、列強を跳ね返す日本を作るために必要な憲法だという結論に達したんだぜ。深いわね。こうして憲法調査を終えて帰国した伊藤は、井上小橋らと憲法起草の準備を進めつつ、内閣制度を創設、
明治18年に初代内閣総理大臣に就任。各省官制を整備し、将来の官僚を育成するために帝国大学を創設。すごい仕事量ね。明治21年4月30日に、憲法草案を審議する枢密院が創設されると、内閣総理大臣の職を黒田清隆に譲り、初代枢密院議長に就任。1年後に迫った憲法発布に向け総仕上げにかかるんだぜ。制定の過程を見てると、武器を使わない戦争だったんだと思ったわ。そうだ。これも日本の独立を守るための戦いだったんだぜ。間違いないわね。憲法草案の起草作業で伊藤や井上小橋は、日本の歴史や古典の研究に没頭したんだぜ。シュタイン博士からの学びね。そして枢密院で審議を重ねて、明治22年2月11日、黒田内閣の下で大日本帝国憲法が発布されたんだぜ。堂々の完成ね。憲法という国家の最高法規は、今生きている人間だけで決めるものではない。憲法の解法である各法律は人間が決めるが、その各法律の基準となる憲法は、人知を超えた英知を基準とせねばならない。ではその英知をどこに求めるのか。それは先人の知見の集積である、我が国の歴史、に求めるというわけね。そうだ。その考えをもとに伊藤をはじめとする明治の人たちが完成させたものが、大日本帝国憲法なのね。そうだ。学校教育では大日本帝国憲法は悪い憲法だったと思うような教え方をするが、制定に関わった人たちの思いや、その制定までの過程をきちんと見れば、決してそのようなものでないことは誰でも理解できると思うんだぜ。そうね。今の私は伊藤や明治の人たちに、こんな素敵な憲法をありがとうと言いたいわ。わかってきたな。憲法制定という大仕事を終えた後も伊藤は精力的に働くぜ。聞きましょう。第二次伊藤内閣の明治27年、朝鮮半島での交互農民戦争に端を発して日本と清は戦争に突入した。日清戦争ね。山形有朋の第一軍、大山巌の第二軍が大陸に渡り、苦戦もあったが日本は連戦連勝で、目指すは敵の首都北京だったんだが、伊藤はこの進軍に待ったをかけるぜ。なんで？敵の首都に入城なんて軍人にとっちゃ最高の名誉じゃない？軍にとっては名誉でも、伊藤が考えなければいけないのは戦争の終結なんだぜ。ほうほう。もし首都を攻略してしまって、それでも敵が抵抗をやめなかったら、今度はいつ講和を結べばいい。確かに。日本が根を上げるまで都市にこもって落ちれば別の都市に逃げて。そうだろ。そんなことになったら泥沼だ。それに比べて首都を落とす前なら、北京での優雅な生活を失いたくない新国政府の高官たちは、必ず講和の提案に乗ってくる。伊藤はそう読み切っていたんだぜ。新作の射程頭が、よくぞここまで。軍人じゃないから当然軍功はないが、伊藤は戦争全体を俯瞰しながら、見事に指揮を取り、日清戦争での日本を勝利に導いたんだぜ。終戦の才能が開花して、ものすごくバランス感覚に富んだ優れた政治家になったのね。この後も3次4次と内閣を組閣し、日露開戦の準備を行う桂内閣に対しても、四苦八苦しながらではあるが政友会をまとめて援護射撃を行うぜ。表には出なくても、伊藤は伊藤でやることやってたのね。そうだ。日本の近代化と列強入りに、伊藤の残した足跡は計り知れないんだぜ。そうね。そして明治42年10月26日、ロシア増商と満州、朝鮮問題を話し合う非公式会談のため訪れたハルピンで、韓国の民族運動家によって暗殺された。69歳で生涯に幕を閉じたんだぜ。悲運の最後ね。生前伊藤は妻である梅子夫人に、自分は畳の上で満足なし味方はできない。敷居をまたいだ時から、これが永久の別れになると思ってくれ。と言っていたらしいぜ。自分の歩んできた道を考えれば、また自分が関わってきた人たちの生き方や死に様を鑑みれば、自分もこういう死に方になるって予感があったのかもね。そうだな。伊藤は列強に侵されない強い日本を、その生涯をかけて作り上げたのね。高杉、木戸、大久保の石を継いでな。そうね。というわけで私の伊藤博文語りは以上だぜ。伊藤に関して言いたい出来事を抜粋して語ったので、伊藤の生涯年表を希望の方は、ウィキヤタの方の動画で調べてほしいんだぜ。誰も戻ってくれなくなっちゃうんじゃない？他の人の動画の方が上手にできてて。その恐れは多分にあるな。言ってはみたけど恐ろしいわね。まさに非常事態宣言。それで思い出したけど、日本はまだまだ厳しい状況が続きそうですが、どうか皆様、お体にだけはお気をつけて。そして今回もお付き合いいただけた方々、本当にありがとうございます。コメント等もいただけるたびに、本当に励みになっております。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。そんなわけで、今回も、ご視聴ありがとうございました。